フレームチャンネルへようこそ。はい、ということで今回もこちら、神奈川県藤沢市にある千葉サイクル湘南藤沢店さんに来ています。ということで自己紹介の方お願いします。はい、千葉サイクル湘南藤沢店の佐藤さんです。よろしくお願いいたします。佐藤さん、はい、これは何でしょうか。はい、こちらですね、マドン SLR9 のカバーになります。で、プロジェクトは、はい、って言って自分で好きにオーダーしてもらってるやつで、自分好みの色、もうこれは世界に1台しかないと自分で言ってます。少ないですか皆さん。このカラーリング、もうオレンジ、そしてこれレッドですか。ベージュレッド、メタリックの、すごい。いや、もうなんかね、圧巻として、あ、見たことないんですよこのカラーリング。もうどの辺がじゃあこだわりポイントですか。そうですね、あのホイールマドン、エアロバイクだと結構やっぱディープリムに行くところ、自分結構ヒルクライムが好きなので、はいはいはい、あの、まあ、それでも登れるようにオールラウンダー系の DX4 をつけてることと、はい、あとまだ、完成してから大体まだ2ヶ月、5月の終わりぐらい、うんうんうん、最近なんですね。はい、最近なので、まだちょっとカスタムがまだしきれてないんですけども、ちょっとここのところをエアロボトルケージをつけたりとか、はいはいはい、あとビッグプールつけたりとか、はいはい、ちょっといろいろやりたいことがあって、やりたいですね。いや、まず目を引くのは、この世界に本当一つしかないカラーリング、この辺ちょっと可愛いなと思って。あ、そうです、これは最近つけた、ね、自分で気に入っているステッカー。俺は群れです。、まあ、いつも群れて走ってるんですけど。やっぱ目立ったので、すごいいいなって言うんですけど、やっぱついてるパーツがいいものついてますので、デュライス DI2 っていうので、変速性能はお待ちして。もうやっぱレースとかも出られるんですか。いや、全然レースって言わない。ヒルクライム好きって言ってたじゃないですか。はい、でもこれエアロフレームじゃないですか。その辺ってどういうことなんですか。そうですね、タリックの方で、ね、まあ、どうしようかってやった時に、まあ、エアロが好きなの、ヒルクライムが好きでエアロが好きってちょっと矛盾してますよね。はい、まあ、まずなんでエアロバイクが好きかっていうと、このようにトレックってこう聞くのロゴがバーンって出てるのが好きで、前はスリムで横はドンとなってるのが好きだった、うん、でも、マドンページが結構、はい、もう専用とかと思われがちでも、ヒルクライムは全然いけちゃうと、はい、ちょっとシャドウがきつすぎると大変ですが、緩やかなシャドウであればもうバンバンエモンダより進むんじゃないか、変わってくるかもしれないってことですね。はい、すごいなってところがアイススピード、はい、おございますね。これ知らないとちょっと紹介しました。そうですね、アイススピード、大体のレアロバイクってあんま振動衝撃とかの方は考えてないんですけども、はい、トリックの方はやはり乗り心地重視を考えてありまして、ここのダウンチューブ、トップチューブの下にですね、アイススピードという振動を吸収してくれるよというものがついてます。どういう風に吸収してくれるよっていうと、はい、乗った時にここフレームとこの今いわゆるシューチューブって言われてるのが別になってて、はい、ここを支点にこう動いてくれることによって、ね、はい、振動を吸収してくれるよってものになっています。で、これもモードが調整できまして、一番柔らかいものだと 24%、 一番硬いモードだと 17% 衝撃吸収してくれるよ。ここで硬さ調整ができるんですよね。はい、だからガチガチでやろうしたいって方は硬くすればいいし、乗り心地よくしたい方はこっちにすれば、まあ簡単できちゃう。はい、すごいんですよ、よくできてるんですね。そうです、はい、でやっぱ三平さんの自転車の、ロードバイクの特徴としてハンドルすごくないですか。じゃあちょっと見ましょうか、せっかくなんで。これすごいですよね、ワイヤーも全部中入ってるんで何も見えないっていうのがあります。だからスッキリなんですね。それもこのバーテープの色のこの使い分けなんかあるんですか。使い分けはこれも今どういう色合いにしようか検討中なんで、はい、時あり余りに巻いたんですけど、なんかこれもいいなと思いつつ、でもバーテープどうしようか今これめちゃくちゃ悩んでるんです。今一番楽しくてですね。そうです、めちゃくちゃ楽しいんですよ。すごい楽しくて、あの仕事終わりにちょっと調べて、こう窓にこれどういうの合うかなとかっていろいろ考えるのが私服の時間です。いいですね。はい、はい、ということで今回は、千葉サイクル湘南藤沢店さんの三平さんの愛車紹介でした。はい、ということでどうですか、実際が乗ってみてとか、ディスクブレーキになってなんか変わりました。あ、全然違いました。自分最初の方はリムブレーキ、はい、やっぱ軽い方がいいと思ってたんですけど、一回乗ったらディスクやっぱめちゃくちゃなんです。もう握りがまず優しいので、まあ、握力が弱い女性の方でも乗れるし、あと一ついいのはカーボンホイールを全く傷つけないんです。あ、確かにね、はい、リムだとこう押さえつけることで傷ついちゃって溶けちゃったとかいますけど、はい、関係ないんで、ローターを変えるっていうだけなので、うん、もうブレーキをバンバンして
しっかり制動力もあり、雨降ったとしても、しっかり止まってくれるので、うん、今までの授業カーボンホイールの心配はかなりなくなってくると思います。ということですね。わかりました、この動画見てね、あやっぱりその電車屋さんのスタッフさんも僕たちと一緒でワクワクしながら自転車を活動してるんだなっていいなと思った方はまたね、世界に一つのカラーリング私のプロジェクトはやってみたいなと思った方も高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、はい、かわいいし、はい、いいなと思いました。はい、はい、ということでまた次回の動画お楽しみに。またね。チャンネル登録はこちらから、他の動画はこことここから見てね。